はい、どうも、世界一ステックな怠け者、てっけてっけです。はい、とつて明日はメンテビになるので、今日最終日のガチだったりイベントをやり忘れがないように一緒に見ていきますか。さあ、まずは何といってもポセイドンちゃんガチャ、本日ガチャ最終日となりますが、まあポセイドンちゃん、時期が時期ならかなり面白いキャラクターで、まあ開幕神技状態に入って硬さと火力作って、でさらに剥がれない踏破状態を作った上で復活しながら踏破で帰ってきて、まあダメージ 60% カット、まあ神技の 65% ダメージカットと合わせて 86% ダメージカットキャラクターになれる、まあなかなか硬いキャラクターにはなるんですが、まあ踏破単数減っちゃうと硬さが徐々に細ぼってっちゃうんで、はい、実は意外と硬くないというところがあったり、まああと状態状態性も踏破で 40% 上がって、神技でも 50% あるんで合わせて 90% ありますが、まあこれも耐性 120% とか今パッシブなんかでつくような副将ちゃんもいる中でもうちょっと欲しかったかなと。まあただなんといってもこのキャラクター、敵から攻撃を受けるたびにそのダメージが HP 上限の 5% を上回っていたら、敵のバフだったり生後バフなんかを毎回1枚ずつ敵の攻撃を受けるたびに返すことができると。はい、でしかもスキル1で敵3名範囲に対して生後バフ全剥がしができたり、スキル2の方では敵に生後バフの量で負けてる場合には最低でも同じ数になるまで生後バフ剥がし連撃ができるという感じで、まあ攻めても受けても生後バフ剥がしができるキャラクターで、まあ特にアポロちゃんなんかの、まあ生後バフ全コピーした生後バフを全部剥がしに行く、まあアポロ対策キャラクターとして入ったんですが、まあちょっと惜しかったのが、せっかく武将で弓将に強いんですが、アポロちゃんのスキル1の連撃なんか普通に食らって落ちちゃうんですよね。アポロちゃんがちょっと火力バグってるんですよね。やっぱりせめてアポロちゃんには干渉するぐらいガチガチに硬くなってほしいとこでしたが、普通に先手取られると負けちゃう可能性があったり、まあその他工芸だとかトークンといった弓章ですね、まあセコバフ全剥がしすることがあんまり意味がない弓章なんかが今アポロ以外の弓章で強いキャラクターがいたりするんで、別に弓章全般にも強いってわけじゃないってところが致命的で、私の中ではまあ今回7周年前ですね、このタイミングでめちゃくちゃ強いキャラクターなんですが登用するのは見送りかなという判断になりました。あと反射キャラクターに弱いってところも、まあ今のタンクの孫権だとか猛角アーグスだとか、まあそういったキャラクターが流行ってる中、まあこのキャラクターには荷が重いかなと。まあもちろんタンクキャラクター相手には例えば卑弥呼なんかで対応したり、まああとはマーリンだとかの風魂でなんかで対応したりと、他の副将ちゃんで対応すればいいっていうような、まあ、考え方もありますが、まあちょっと2月がつくよみ出てきたり雪女出てきたり卑弥呼出てきたりとタンクに強い帽子がいっぱい出てきた中、まあ、ちょっとこのキャラクターはタンクに弱いというところも、まあ、少し気になったところですね。あと意外とこの強砲がそこまで味方の火力アップにつながっていないってところというよりは、この武将3名に対して強砲をつけに行くんですが、このキャラクター自体が武将で、でさらに他の味方3名の武将もこの強砲をつけるに値するぐらい強い副将に育て上げるのが、無備課金目線だと難易度が高すぎて、この強砲を完璧に使いこなそうと思ったら武将4名ですね、強い武将が必要になるんで、ちょっと無備目線だとこの職業縛りですねがちょっとコンボとして成立させるためのリソースが大変かなと。まあ最近この職業縛りの生後扶養流行ってますが、やるとしたら火力アップ系というよりは、例えば育成不十分でも活躍できるように生後援護つけてあげるとか、でしかも剥がれない生後援護をつけてあげるみたいにしてくれればめちゃくちゃ応用の効く生後バフだったんですが、はい、そういうところも含めて、まあ強いキャラクターではあるんですが、7周年手前のこのタイミングでご利用しできるかっていうとちょっと難しいかなというところですね。普通に武将の中だとミカちゃん倒したりブリュンヒルド倒せたり、まあ、武将の中での覇権争いはタンク以外相手であればもうトップクラスに強くて、デッキ戦なんかでは普通にマーリンなんかにも勝ったりするぐらい強かったりするんですけどね、ちょっとタイミングが悪いですね。はい、とつて、まあ、最終日ですが、私のランズロファーストシーズンの方でも絆残り3回で5絆もらえますが、絆のちょびダメなんかもなしで見送ろうかなと思います。さあ、そして茨城同時ちゃんガチャもガチャ最終日となってますが、まあ、こちらの MR アバター出たそのタイミングからあんまり強くなかったので、まあ、こちらも見送りですかね。あと炭造工房もガチャそろそろ終わりが近づいてきており、まあ、今回3回分無料枠分回した後、明日0時になった瞬間もう1回無料枠分回すことで段階報酬の炭造石2個を完全に無料でゲットすることができますので、こちら明日朝0時から10時までの間に必ず1回ログインして段階報酬ゲットしておきましょう。はい、神髄工房の方も同様に3回回した後、明日無料枠分1回回してさらに300元宝を払うことで段階報酬の神髄成果2個ゲットできますんで、はい、こちらも神髄成果早めに集めている方は合わせて買っておきましょう。でそのタイミングで限定特典の絆の水引き150元宝のやつも買えますんで、ここ買っておけばメンテ明け後メンテ日はもう1回買えますんで、1日2回安い絆の水引きが買えるので合わせてここも買っておきましょう。はい、あと課金イベントの砂浜の宝探し、こちらもガチャ最終日となりますが、これ課金イベントではありますが報酬一応選んでもらって、まあ、自分の欲しい報酬、はい、こんな感じで決めたら決定ボタンを押して、
はい、戻ってくると1回無料で引くことができるんで、まあ、これ課金イベントだからスルーされがちですが、無課金の方でも1回は無料で引くことができるんで、まあ、うまくいけば MR 決勝なんかもゲットできるんで、収録中収録補正で引きがいいと評判のテケテケ遊びチャンネル MR 決勝いただきます。星の羅針盤ガチャの限定交換ですね、はい、こちらも最終日となっているの で今回この SSR カプセルの中の顔料分集、これ240キズナ必要な副賞ちゃんで、まあ、普段の百花美人の限定交換なんかから交換しようと思うと、百花交換券の枚数なんかもかなり要求されてしまってリソース食うんで、できればこういう120キズナも240キズナも同じ星岩石の絆10個で交換できるような星の羅針盤だったり、あとは万事万能やなんかでも同じリソースの数で絆数倍のキャラクター、たまに来る顔料分集や大凶小凶なんかをゲットすることができるんで、まあ、このカプセルは取れるのであれば取っておいた方がいいですね。こういうカプセルっていうのは必ず未入手の副賞ちゃんがドロップするようになっており、この顔料分集以外の義援右近天意尊敬ですね、まあ、天意なんかは今10日活躍、はい、この場所で配布されるようになったんですぐに登用できるし、まあ、その他尊敬だとか右近義援すべて奥義が優秀なキャラクターなんで、取得優先順位も高い副将ちゃんなんで、割とすぐに百花美人とかに並んだら狙いに行くべき副将ちゃんってことで、このカプセル結構顔料分集以外すぐに来たら登用しちゃっていいような副将ちゃんたちだらけになってますんで、まあ、かなりカプセルとしては良質なのかなと思います。まあ、顔料分集ちゃん自体も奥義かなり優秀なものに絡んでいたりするんで、まあ、しっかりこのキャラクター自体に取る理由があるというところも含めておすすめのカプセルとなっていますので、まあ、星岩石の絆に余裕がある方は狙いに行ってもいいかなと思いますね。はい、まあ、ちなみに UR カプセルの方も総比ダッキーしばし装飾サジと超絶優秀なカプセルで、で確かこのカプセルに関してはループカプセルになっており、星の羅針盤ガチャの中で過去に実装されたことがあるカプセルになっているので、このカプセル集めていけば徐々に未登用の副将ちゃん潰していくことができるんで、まあ、このカプセルも結構おすすめ度高いですね。まあ、ただ、まあ、みんな奥義優秀なキャラクターたちなんで、もうすでにラキスタなんかで絆のちょびだめしちゃってる人も結構いると思うんで、まあ、この必ず未入手の副将ちゃんが出るんですが、絆の溜まり具合なんかは全く考慮に入れてくれないんで、例えば今110キズナダッキが溜まってたとしても、ダッキが排出してしまう可能性があって、そうすると今まで原宝使って絆貯めたのが無駄になっちゃうんで、絆がある程度溜まってるような副将ちゃんがいる場合には、その副将ちゃんを投与した後にカプセル開けるようにしましょうね。まあ、今回のこの5名でいうと、実は今回の5名、ラキスタガチャでいうとこのダッキ、しばし、ソヒと結構固まってるんですよね、同じラインナップの回に。であと装飾ですね、まあ、装飾は第3枠の最優先キャラクターなんで、おそらく絆ちょびだめし始めてる人が多いと思います。まあ、ダッキもで、もう一体がサジですね。でサジなんかもかなり後回しになるキャラクターなんで、まあ、サジ狙い全然ありですね。なんで装飾ダッキーを投与し終えた後ぐらいに開ければしばしか装飾かサジを狙えるという感じで、まあ、結構いいですよね。はい、ちなみに仮想の集いガチャの方でサジこの位置でしばしと一緒なんですよね。まあ、ただここ上杉や直江張飛関羽と、まあ、優秀な副将ちゃんたちが勢揃いなんで、こっちから絆貯めに行くのはしばしもサジも結構遅いかなと。で装飾はここ第3枠目、まあ、超運と一緒なんで、これも絆ために行くのをちょっと遅れそうですね。はい、でダッキーがここ、まあ、ダッキーはここ最優先ですね。で総比ここですね、まあ、これも総将の後結構ライバルいっぱいいるんで、どのキャラから絆ためようかなみたいな悩むところなんで、まあ、そういう意味でやっぱり総比やしばし、そしてサジですね、あたりなんかはカプセルからもしどれか1体が当たれば、まあ、特に総比かしばしのどちらかが当たれば、当たらなかった方の絆をちょびだめしていく方針を立てることもできたりするんで、はい、今回 UR のカプセルですね、かなり中身いいものとなっているんで、まあ、これもおすすめ度めちゃくちゃ高いです。まあ、ただ星の羅針盤の方 SSR が星岩石のかけら10に対して24と 2.4 倍必要なんですよね、数が。まあ、一方万事万能屋の方なんかは SSR の副将ちゃんが8に対して UR の方が12と、はい、わずか 1.5 倍の差しかないんで、まあ、UR こっちの方が素材数少なめで優しい感じはあるんですよね。まあ、ただここはいろんな考え方があって、そもそも SSR の副将ちゃんにこういったアイテム使うのもったいないでしょと、百花美人にどうせいつか並んでコンプできるんだから、もう SSR のはほったらかして UR 狙いだけでいいでしょうというような考え方もあって、まあ、それもめちゃくちゃうなずける部分があるんで、まあ、私的にはこういった240キズナの顔料分集ですね、なんかはここから狙っていくのはいいかなって思いますけどね。はい、なんで、まあ、顔料分集のために今回は SSR カプセル優先かなといったところですかね。別に顔料分集もゆっくりでいいやって人は UR カプセルのためにもうちょっと星岩石の絆を集めるみたいな考え方でもいいと思います。アイトステいかがだったでしょうか。ポセイドン投与予定だった人は忘れずにガチャ回しておきましょう。アイトステまた明日メンティビーになるので、この後夜更新情報の動画もアップするので、そちらも楽しみにしていてください。アイトステ最後までご視聴いただきありがとうございました。する。
おっす。おっす。